ALCM はアメリカ空軍が長距離攻撃スタンドオフ兵器として採用、運用している兵器である。名称はエアローンチクルーズミサイルの略であり、直訳すると空中発射巡航ミサイルとなる。正式採用名称は AGM-86 で SRAM の後継ミサイルとして爆撃機に搭載され、運用される。ALCM は 極めて得意な開発経緯を持つミサイルである。アメリカ軍は1960年代に ADM-29 エールの後続となるアオンソク武装化おとりの計画をスタートさせ、研究を開始した。これは敵の迎撃を避けるためおとりとなる無人航空機の計画であり、さらには各弾頭による武装も構想された。このプロジェクトは1973年6月時点で、 中止された。しかし、その開発したおとり技術を流用して、空中発射型の巡航ミサイルを開発する案が提案され、翌月7月には開発がスタートした。こうして開発されたのが AGM-86A で、1975年6月に初めての投下試験が行われ、翌1976年3月5日には、飛翔試験が 同年9月9日には完全な誘導飛行試験を成功させた。初期型の AGM-86A は正式採用されず、続いて全長を2メートル延伸し射程を伸ばした AGM-86B が開発された。この AGM-86B がアメリカ空軍の空中発射巡航ミサイルとして正式採用され、1981年4月から、 空軍への引き渡しが始まっている。主契約者はボーイング。AGM-86B は1986年まで生産され、1715発が引き渡された。ALCM はもともとデコイとして開発されたため、飛行機のような形をしており、主翼、尾翼を備え、ミサイルとしては比較的大きい。胴体部の断面は仮面が広い三角形をなし。 その下に展開式の主翼がある。この主翼は10日後に伸長され、揚力を生む。機体の姿勢制御によって誘導を行い、最高尾の水平尾翼を用いる。この水平尾翼のみが動翼となっており、主翼及び垂直尾翼には操縦翼面がない。また、上部には固定式の安定用垂直尾翼とジェットエンジンの空気取り入れ口を持つ。ALCM が、 運用可能な航空機は B-52GH と B-1B である。両機とも機内8発、機外12発の計20発の搭載能力を持つ。B-1B については B 型の搭載、運用能力を有し、搭載試験は行われたものの ALCM の時運用は行われていない。そのため実運用はもっぱら B-52G H によって行われている。ミサイルは発射されると、本体下の主翼を展開し、対地高度135メートルまで落下する。その後、F107WR-101 ターボファンエンジンが点火され、飛翔誘導を開始する。AGM-86A-B では、完成後法装置と、ターカウムという地形参照後方装置を使い、 事前登録された地形データを参照しながら、目標へと向かう。AGM-86C、D の場合は、これらに GPS を加えている。AGM-86 シリーズは、各弾頭搭載型の AGM-86A、B の他にもいくつかの派生型が存在する。AGM-86B に搭載されていた、w、W-80 から1熱核弾頭を通常、 弾頭に置き換えたもので、1986年から極秘裏に開発が行われた。1988年から配備が行われている。以後、ALCM の通常弾頭型は、カルシエムと呼ばれている。1996年からは、改良型の GPS、改良型弾頭を使用したタイプが生産され、これらは AGM-86C ブロック1と呼ばれる。 また、このブロック1の GPS チャンネル数を8チャンネルに増やしたブロック 1A も存在する。AGM-86C 悪目の能力、工場型で弾頭を貫通弾頭にし、後方装置にリファレンシャル GPS を採用したもの。各弾頭搭載型の AGM-86B は実戦での使用経験はないが、 通常弾頭を搭載した AGM-86C ブロック1は湾岸戦争の時アメリカ空軍の B-52G に搭載されて出撃し発射され85%以上が目標に命中したと言われる。1998年のデザートフォックス作戦や2003年のイラク戦争でも使用されている。ありがとうございます。